北朝鮮がヒョンソンウォールを団長とする3池淵還元楽団の7人の芸術団代表団を20日、派遣することを通知した。韓国オサム一部が19日明らかにした。オサム一部はこの日、 こうした内容が入った通知文を北朝鮮側が南北交換級会談の団長李想本名義で南側主席代表著名ン長官宛に伝達してきたことを明かした。北側は通知文で、北の芸術団派遣に向け、事前点検団の派遣に関して、平ン,ンウォルサン池淵還元学団団長率いる7人の代表団を20日、 陸路で派遣する。日程は一泊二日だと伝えた。韓国政府は北側の提案を検討後、回答する予定だ。